はいどうも、のりさんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日もワンコーラスレッスン一緒に勉強してまいりましょう。さて本日の楽曲は西川ひとみさんの限界灘に春が来るという楽曲をやっていきたいと思います。とてもね力強い楽曲なんですけれども、力強い楽曲は荒っぽくなってしまいがちなんでね、荒っぽくならないように、押したり引いたりね、そういうところが大事になってきますんでね、そのあたり見ていきたいと思います。はい、それでは早速区切りながら見ていきましょう。波がドンとくりゃ限界灘に春が来るとね、最初にこうタイトルのね、一文が出てくるんですね。波がドンとくりゃ限界灘に春が来る。はい、まあ、演歌はだいたいこう静かめにね、穏やかに入るパターンが多いんですけれど、歌いだしね、この歌の場合はもう力強くね、入りますね。波がで、最初のなはな、これをなんからね、ちょっと気張るような感じで力強く気張って、波がドンとくりゃドーンとね、ここもアクセントで、ドンとくりゃ限界灘に、限界灘、これも滑舌よく言ってください。限界灘にね、ここまでね、ドドドーンとね力強くいきましょう。で、春が来るの部分までね力強くいっちゃうと歌が荒っぽくなっちゃうので、ここはね少し落ち着いて入ります。春が来る。で、拳入れられる方は春がのガーとその次の横棒にね拳を入れてみましょう。春が来る。で、く横棒るの部分はね、徐々に徐々にこうゆったりとスピードを落とすような感じです。そして最後のるは遅れて入ります。手前のね母音のうをね引っ張って入る感じですね。春が来る。で、伸ばしながらね揺らしを入れてくださいね。はい、じゃあ行ってみましょう。波が力強くいきますよ。3、はい。波がドンとくりゃ限界灘に春が来る。いけましたか？その次いきます。きっと私にも春が来る。先ほどのね歌い出しがドドドンと力強く入ったのに対して、今度はねちょっとこう色気というか艶を出しながら歌うところなんですね。最初のきっとっていうところはね気持ちを込めて、きっと、きっと、まあウィスパーボイスというかね、この吐息混じりですね。きっと私に、私にもやや強調して入ります。で、私にも、もう、もうはね下からしゃくります。で、しゃくった後のもう、このね母音のおの伸ばし、この余韻はね抜くような感じですね。もう、これをもうって聞かすんじゃなくて、私にも、ちょっとこう抜き気味にね伸ばしてあげてください。で、春が来るっていうところも優雅に歌いましょうね。春で、拳入れられる方は歯の次の横棒に拳、春ルーの次の横棒は、ちょっとしゃくってね、春ね、下からしゃくって上がって、ががに拳をね入れられる方は入れてみましょう。がく
くとるの間の横棒にもこぼしが入ります。くぐる、るの伸ばしはね揺らしてあげてください。ここねちょっと拳いっぱい入ってくるんで難しいですね。はるがくる、はい、じゃあキットからいきましょう。3、はい、きっと私にも春が来る。いけましたか？ちょっと拳いっぱいね出てくるんで難しいですね。もう一回いきましょうか。3、はい、きっと私にも春が来る。はい、いけましたか？その次いきます。19、20歳の恋じゃなか。19、20歳の恋じゃなか。はい、ここで一回区切りますね。ちょっとこのあたりね、私にはキーが低くてね、お聞き苦しい声になりますことね、ちょっとしばらく辛抱してくださいね。19、20歳の落ち着いて入ります。19、20歳の恋じゃなか。恋じゃなかっていうところもね、語りのようにね、ボソッと歌ってください。さあ行きましょう。3、はい。19、20歳の恋じゃなか。はい、その次いきます。一生一度の命乞い。一生一度の命乞い。はい、一生深々と入ります。一生で一度の明瞭に、そしてこの辺りから徐々に盛り上げていきます。一度の命乞い。命乞いの語はね、下からしゃくりましょう。これを命乞いとね、一直線に行かずに命乞い。命の地の高さから入るようなイメージですね。命乞い。はい、じゃあ行きましょう。一生一度。3、はい。一生一度の命乞い。いけましたか？さあ、そして一番力強く歌う男ですね。あんた、あんたに会いたかねと、うん、あんた、あんたに会いたかね。はい、あんたね、ここはね気張っていきましょうね。あんたね、伸ばしもしっかりとね、強めに歌ってください。あんた、あんたに。で、あんたにのところはね、あんとたに分ける感じだと思ってください。あんたにって流れるようにいくんじゃなくて、あんたに、あんたね、あんたに。で、にはね、下からしゃくるようにね、粘り腰で上がりましょう。あんたにじゃなくて、あんたにに、に。で、たっぷりね、伸ばしながら揺らしてください。で、会いたかねっていうのは気持ちを込めます。ここを会いたかねって言うとね、ちょっとやっぱ荒っぽくなっちゃうんでね、会いたかね、会いたかね。特に会いたかねのたとかを会いたかねという感じで、会いたかね。このようにね、歌うとこうより情感がね、こもって、聞こえるかなと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。あんた、行きますよ。力強く気張ってください。3、はい。あんた、あんたに、
いたかね。はい、大事なところなんでもう一回いきましょうか。3、はい。あんた、あんたに会いたかね。はい、いけましたか。じゃあ最後のフレーズいきましょう。うちは、これ私はってことですね。うちは信じて春を待つと。うちは信じて春を待つ。はい、最初のうちはっていうところはね、音程も低いので落ち着いて入りましょう。うちは信じてて、手はね下からしゃくりましょう。てで、この部分で盛り上げていきます。じてで、息を吸ったら春を、ここはね、ツヤっぽく、はるじゃなくて、はる。ツヤっぽくね、歌ってください。で、はとるの間のね、横棒に拳入れられる方は入れましょう。はる、はる、お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 のところにも拳ね、入れられる方は入れましょう。お、お、お、ま、あ、で、まあの次の横棒、ここにも拳が入ります。まあつ。で、つはね、少し遅れて入ります。まあつ。で、最後の伸ばしはね、たっぷり揺らしましょうね。で、春を待つのね、まあでちょっと一回少しスピードね、止まる、緩める感じですね。春を待つ。こうするとね、たっぷり感が出ますよね。はい、うちはからね、ちょっともう一回歌ってみますね。うちは信じて春を待つ。はい、こんな感じになります。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。うちはから、3、はい。うちは信じて春を待つ。はい、こんな感じですね。それでは頭からね、ワンコーラス一緒に通してみましょう。3、はい。波がどんとくりゃ限界なだに、春が来る。きっと私にも春が来る。じゃなか一生一度の命恋、あんた、あんたに会いたかね。うちは信じて春を待つ。はい、通してみるとね、こんな感じですよね。こぼしもね、いっぱいあってね、難しいですけれどもね、チャレンジしてみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか。
玄界灘に春が来る。とてもね、力強い楽曲でね、歌っててもね、こう元気になるようなね、そんな楽曲ですけれども、ただね、この手の楽曲で気をつけなきゃいけないのは、どうしてもこう荒っぽくなりがちなんですよね。荒々しく歌うことも大事なんだけれども、荒っぽいばっかりではね、乱暴な印象を与えかねませんから、力強く歌うところとちょっとこう落ち着いてね歌うところ、途中途中にね優雅に歌うところとか艶っぽく歌うところっていうのはね、アドバイスしたかと思いますけれども、そういう押し引きっていうのがね、特にこういう歌の場合は大事に、ね、なってきます。強弱の抑揚、そしてスピード感の抑揚、そうしたものをねバランスよく入れながら、力強い歌だけれども乱暴なね荒っぽい歌になってしまわないようにね、それだけは気をつけてくださいね。はい、拙いレッスンではございましたが、皆さんのお役にね少しでも立てたならば幸いです。このチャンネルを応援してやろうじゃないかというね、心優しい方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次のレッスン動画でお会いしましょう。